皆さんこんにちは。ただいまから礼拝を始めます。はじめに総額をしていただきますので黙祷いたしましょう。唱詩詩編103編1節から5節。はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。ではご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌515番、十字架の地に、ご一緒にお歌いして主を褒めたたえましょう。主よ、我は今
ご一緒に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆をあがめ賛美いたします。あなたは天地万物を創造し、今も生きてすべてを秩序を持って治めておられるお方、力を持ってこの地を治めておられるお方です。あなたの皆があがめられますように、私たちはあなたの愛によってこうして生かされていることを心から感謝いたします。あなたは朝ごとに新しい恵みをくださり、私たちを満たしてくださいます。そして私たちが生きるものとして必要な食べ物や飲み物、また太陽の恵み、そして命の御言葉を与えてくださることを本当に感謝いたします。主よ、この暗闇の世にあってもあなたこそ世の光です。主よ、私たち一人一人が今一度あなたを見上げ、あなたと共に歩むことができますように、すべての災いから、またすべての誘惑から、私たち一人一人を守っていてください。今週もこの週の初めにあなたの御前に集い礼拝を捧げることができます特権を感謝します。主よ、どうぞこの礼拝も初めから終わりまで御臨在をもって導いてください。今病のためにこのところに集うことはできない兄弟姉妹たくさんいらっしゃいます。そのお一人お一人の上に主の平安と慰め癒しがありますように。作り主であり癒し主である主よ、どうぞあなたの御業がそのところでなされ、一人一人が上よりの新しい力をいただいて、わしのように、歩むことを得させてください。主よ、あなたこそ私たちの救いです。今本当に困難の中にある方々、世界中で苦しみの中にある方々、あなたの助けを必要としています。主よ、私たち一人一人には小さな力では何もできないかもしれません。しかし心を合わせて祈るとき、あなたは私たちの思いをはるかに超えた苦しい御業をなしてくださることを私たちは知っています。主よ、どうぞ、あなたの御業がなされ、この地に平和が与えられ、すべての人があなたを崇めるようになりますように、主よ、顧みてください。この礼拝もあなたの栄光だけが表されますように、一切を見てに委ね、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、では聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書8章31節から38節。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうして
あなた方は自由になると言われるのですか？イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方は、あなた方の父から示されたことを行うのです。はい、では御言葉を取り継がせていただきます。では一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を賛美いたします。これから御言葉を取り継がせていただきます。どうぞ今日の御言葉、主ご自身がお語りくださり、一人一人を恵んでください。このしもべを十字架の陰に隠し、ご自身の栄光を表してください。一切を御手に委ね、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のテーマは、真理はあなたを自由にするというテーマです。今回ね、あえて真理はあなたをというふうに単数にしました。イエス様、あなた方を自由にするというふうにね、複数でおっしゃったんですが、神様の御言葉は一人一人に、ね、直接語られているので、今日のテーマはね、私に与えられているんだということを覚えるために、真理はあなたを自由にするとさせていただきました。この自由なんですけども、どうしてもね、自由と聞くと、もう好き勝手していいみたいな、そんなイメージを持つかもしれませんね。自由時間って言ったら、もう自分の好きなこと、勝手なことばっかりやってることはあるかもしれません。しかしね、多くの人が自分は自由だからといって、もう自分勝手なことをしてしまったら、そこに秩序とか平和ってあるでしょうかね。自分勝手に振る舞って秩序を乱しているのなら、それは神様が喜ばれる行為ではありません。神様が喜ばれないということは、それは罪であるということですね。神様は罪をね、非常に憎んでおられます。決してお許しになりません。ですので、神様が喜ばれない、こんな無秩序な、平和を乱すような、そのような自分が自由だと言って行っている自分勝手な振る舞い、それは罪なのだということが言えます。ですからね、私たちはそのような罪を離れて、本当の自由を持つことができるように、聖書の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。では、聖書をもう一度お読みいたします。ヨハネの福音書8章31節から38節。まず31から33まで、31節から33節お読みします。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。はい、ここまでですね。イエス様の話を聞いていたユダヤ人の指導者たちの中にも、イエス様を信じて従う、そんな選択をした人たちがいました。これ直前のところでね、多くの人がイエスを信じたってありました。そして、その信じた人たちの中に、今日はね、ユダヤ人というふうに出てきましたから、これは指導者たちのことですね。ヨハネがユダヤ人っていうとき、
ユダヤ人の特に指導者たちのことを指していますけれども、そのように指導者たちもあのイエス様を信じたということが書かれているわけです。しかしですね、彼らがイエス様を誠の神様、生ける神の御子キリストであると信じたかというと、非常に疑わしいということです。というのもね、見せかけの信仰告白をする人たち、そんな人たちもいるわけなんですね。じゃあそのような人たち何してるか、どうしてそんな、ね、信仰告白をするのか、それはあのイエス様を見ないでね、周りの人ばっかり見るんです。私たちはね、正しい信仰を持つとき、イエス・キリストを見上げて、イエス様が私の罪のために十字架で命を捨ててくださった、墓に葬られて3日目によみがえってくださった私の救い主だって、そのようにイエス様を見上げて信仰を持つんですよね。信仰を持って応答するんです。しかし見せかけの信仰告白、これはイエス様は全く見ません。見るのは周りの人たちです。周りの人たちが大勢イエス様のことを信じているから、じゃあ私も同じように信じてみるかという感じです。ありますよね、あの大勢の人が、こうしますって一つの意見言ってね、大多数の人が賛成したら、じゃあ私もそれにしとこうかなみたいなね、そういうところあるかと思いますが、イエス様を信じた人たちの中にもそのような人たちもいるわけです。そして特にね、指導者たち、ユダヤ人の指導者たちが信仰もないのにイエス様を信じる、非常に、ね、奇妙なことですね。じゃあなんで信じるんだろうか、なぜね、指導者たちがね、イエス様を捕らえて殺そうとしていた人たちがイエス様の話を聞いてイエス様を信じるようになるのか。しかしその信仰はね、偽りだということをイエス様はこの後指摘されますけども、なぜ信仰告白をしたのかということです。おそらく彼らはね、大勢の民衆がイエス様はキリストである、イエス様の方につくわけです。そしたら指導者たちも、私もこの男はキリストであると信じる、そういうふうに宣言すると、民衆はね、この指導者についてくるんです。あ、この人もやっぱり仲間だわって、この人もやっぱり立派な信仰を持っている人だって、我々と同じ信仰を持っている人だって言ってね、そして、自分のことを支持してくれるようになる、味方になってくれる、もしかしたら経済的にもサポートしてくれるとかね、そんなのもあるかもしれませんね。そのような自分の利益も考えて、私はこの男をキリストであると、そのように信じる、そのように宣言したのかもしれません。つまりイエス様の弟子としてイエス様に従う、そのような決心をしているのではなくて、自分の利益のためにイエス様を利用しようとして信仰告白している、こんな人たちだったんだろうなということが考えられます。イエス様はこのユダヤ人たちの中にこのような見せかけの信仰告白がしている人、こんな人がいるのをね、もうご存知です。イエス様は全ての人の心の中知っておられますから、あ、この人口では信じますと言ってるけど、全然私のことを見ていないな、周りの人のことを気にして周りの人からの支持を得るために信仰告白みたいなことをしているなということも全部ご存知です。ですから彼らが偽りの信仰告白をしている、それをね、明らかにするために、彼らが、ね、イエス様の御言葉にとどまっていないということを指摘されます。当時のユダヤ人の指導者たちなんですが、彼らは神様の御言葉、律法というふうに言われますね。ユダヤ人たちはこれトーラーというふうに言いますよね、トーラー。しかしこのトーラーも非常に大事にして、もちろん学んで、そして守ろうとするんですが、それよりもこの福音書でよく登場する口伝律法です。彼らが大事にしたのは律法よりも口伝律法。これはラビたちが
トーラーの部分をね、解釈し、そしてどのような意味があるのかということを注釈したもの、それがね、口伝立法となっていきます。これミシュナーって言います。ミシュナー、そのようにしてミシュナーの方をユダヤ人たちは大事にしたんですね。そしてミシュナーの続編としてゲマラーというのがあるんですけども、そのようにしてユダヤ人の指導者たちは立法、トーラーよりも人間が解釈したもの、そちらの方を重視していたわけです。ですからイエス様は、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。こうおっしゃったんですね。私の言葉にとどまるなら、神の御言葉にとどまるなら、実際のところ彼らは、神の御言葉ではなく、ラビたちの教えにとどまっていた。人間たちが解釈したそのような教えですね。仲介書の方にとどまっていたわけです。そしてイエス様が語られる御言葉をちゃんと聞いて、心にとどめ、その御言葉に聞き従うなら、真理を知るようになるんだということをイエス様は教えられました。そして、偽りの教えによって束縛されている人々、どんな人であっても真理の御言葉によって罪の縄目から解放されて自由になるとイエス様は宣言されたんです。彼らは実際のところ束縛を受けて真理を知ることができない、イエス様が誠の神様であることを知ることができなくなっていた。なのでイエス様はこのようにおっしゃってます。ただこの自由になるという言葉、ここにユダヤ人たちは反応するんです。おかしな反応の仕方します。自由になる。そう言われても私たちは奴隷になった覚えはない。自分たちはアブラハムの子孫であって、神の民である。自由なのだって。奴隷などではありえない。今までも奴隷になったこともないし、今も奴隷ではないということをね、彼らは言います。なのでイエス様が自由になるとおっしゃったとき、そんなことはない。我々はもうずっと自由人だということを主張します。そこでイエス様は、あなた方は自分は自由だと思っているけれども、実際自由ではなく、非常に束縛された生き方をしているんだということを指摘されます。34節から38節。34節。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるものではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。イエス様がユダヤ人たちを自由人ではなくて奴隷である、そう指摘されたのは、彼らが罪の奴隷になっていたからですね。アブラハムの子孫、神の民は基本自由です。何の束縛も受けません。しかし彼らは実際のところ罪の奴隷になっていて、罪を犯していたんです。年々罪を犯したなら贖いがなされます。罪を犯すたびに贖いの生贄が捧げられます。そして罪が許されて自由であるはずなのに、彼らは罪の奴隷となって罪を犯し続けていたんです。彼らはね、アブラハムの子孫ですから、本当にね、神の民であることに変わりはありません。神様がお選びになった民です。ここはもう変わることはありません。しかし罪の奴隷となっていたために、もう自分では気づかないうちに罪を犯しているんです。そのことをイエス様は指摘されます。
本当に強烈な一言ですよね。人を殺してはならないということ、これは10回の中でも言われているので、神の民でしたらもう絶対に守らなければならない律法だということね、誰もが知っています。別に神の民に限ったことではありません。もう全ての人がね、人を殺してはならないんだということをね、当たり前のように、もう当然のことのように考えます。特にユダヤ人は律法の中ではっきりと作り主になるお方、命を与えるお方が殺してはならないと明しているので、絶対に殺してはならないんだということをね、自覚しています、分かっています。それなのに彼らはイエス様を捕らえて殺そうとしているんです。殺してはならない、これは特に計画を立てて殺すということですね。偶然ね、何かの事故で人を殺めてしまうこともあります。それについてもやはり、厳しくは言われるんですが、やはり、過失によるものでしたら逃れの町とかね、そういうのが用意されていたり、憐れみがあります。しかし計画して殺意を持って人を殺す、そのことに関しては神様は決してお許しになりません。そのことを分かっているはずのユダヤ人たち、その指導者たち、彼らはイエス様を捕らえて殺そうと計画をしていたんです。明らかに律法に反することをしているんです。彼らは自分たちは神の民だと言いながら、神様の御教えを全く無視して、自分勝手に人を殺そうとしていた。イエス様を捕らえて殺そうとしていたんだ。ということをイエス様は指摘しておられます。これこそ彼らが罪の奴隷になっている証拠ですよね。罪の奴隷になっているから、彼らは罪に従わなければならないんです。犯してはならないと言われている殺人、それを彼らはしてしまうのに、そのように彼らは自由を失っているわけです。彼らは確かにね、アブラハムの子孫です。ですが、例においては、先祖たちも犯してきた、そのような罪、罪の奴隷であるという性質、それを引き継いで、やはり同じように、先祖たちが犯してきた罪を同じように彼らもしているのだ、ということをイエス様は指摘しておられます。アブラハムの子孫だと言っても、ユダヤ人たち、イスラエルの民は多くの過ちを犯してきました。特に主から使わされた預言者たちに対し、どれだけひどいことをしてきたのか、そのような歴史があるんです。そのように、今イエス様の目の前にいるユダヤ人たちも、主から使わされた預言者たちを、あなた方の父たちが殺してきたように、あなた方も私を殺そうとしているでしょ。それこそがあなた方が自由ではない、罪の奴隷であるということの証拠ですよ。私の言葉が全然とどまっていない、入っていないからそうなるんですよ。そのようにね、イエス様は彼らの大いなる、大きな大きな間違い、大きな罪を指摘されました。そして今日私たち覚えたい御言葉は、こちらの御言葉です、ヨハネの福音書8章32節、真理はあなた方を自由にします。真理はあなた方を自由にします、非常に短い聖句ですので、ね、覚えやすいかと思います。非常に大事な聖句です、イエス様は罪の奴隷になっているすべての人に、真理はあなた方を自由にしますと約束をしてくださっています。では、この約束を受け取るためにはどうすればいいのかということです。この約束を受け取るために大切なこと。これはイエス様がおっしゃったように、イエス様が語られる御言葉を聞いて、その御言葉にとどまることです。そうすることによって、真理を知ることができます。真理を知るようになると罪の奴隷から解放されます。
信仰を持っているにもかかわらず、いつまでもイエス様を信じる前と変わらず、自己中心だったり、また神様の御心に反するような行いをしてしまう、そんなことがね、もしもあるようでしたら、自分が御言葉にとどまっているかどうか、聖霊様に探っていただきましょう。どうして私はイエス様を信じたのに変わらないんだろうって、よくそういうこと声聞くんですけども、その時はね、静かに聖霊様に語りかけて、私のうちに傷があるかないかどうか探ってくださいって祈ってみてください。ちゃんと御言葉にとどまっているかどうか聖霊様に聞いてみましょう。もしも御言葉にとどまっていないのなら、聖書を自分で読んだり、また礼拝を通して語られた御言葉を聞いても、すべてなんか上の空で全然素通りしていって、心に全然残っていない、御言葉が入っていない、そのようなことになっていたのなら、真理を知ることはできません。真理を知ることができなければ、また真理そのものであるイエス様に従っていなければ、いつまでも罪の奴隷として罪に従い続けることになるんです。私たちが行うべき自由な行動、これは罪に従うことではありません。喜んで神様に従うことです。イエス様はどんな時にも父なる神様の御心を行われた。イエス様の生涯、いつも父の御心を行うのだと言って、その通りしておられたということを思い出してください。イエス様は十字架の死にまで父なる神様の御心に従っておられました。イエス様は決して他の人に流されることはありませんでした。イエス様を自分たちの王様にしよう、そうしてね、取り囲んだ群衆もありましたけれども、彼らにご自身をお任せになることもありませんでした。また自分の利益のためにイエス様は何かをされるということもありませんでした。私たちもこのイエス様がなさったこと、その地上での歩み、父なる神様の御心を行うという歩み、そのことをしっかりと覚えてイエス様に習っていきましょう。私たちもイエス様に習って御言葉にとどまって、真理の御言葉によってこの世の偽り、さまざまな間違った情報などありますけども、それらを退けてですね、自由に神様の栄光を表すものにしていただきたいと願います。お祈りいたします。真理はあなた方を自由にします。天の父様、天の父様、あなたの尊い皆をあがめます。あなたの御言葉は真理です。この真理の御言葉は私たちを自由にしてくださいます。さまざまな偽りによって束縛され、また神様に喜ばれないことをしてしまう弱いものです。しかしイエス様が与えてくださる御言葉によって、私たちは真理を知ることができます。自分が高価で尊い存在であること、そして私たちは神様の栄光のためにこうして作られ生かされていること、それら真理を知るとき、私たちの行いは大きく変わってきます。自分勝手なものではなく、神を愛し隣人を愛するものへと変わっていきます。主よ、どうぞ私たちが与えられた御言葉をしっかりと心に受け止めて、御言葉にとどまって、そして真理を悟ることを得させてください。そして真理そのものであるイエス・キリストをより深く知り、神様の栄光のためにイエス様がなさったように、世の光として地の塩として働かせてください。すべてを通して主よ、あなたの皆が崇められますように、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
では賛美しましょう。聖歌518番御言葉なる、ご一緒にお歌いして主を褒めたたえましょう。献金を捧げたちと、賛美歌547番、今捧ぐる、一節だけ、お歌いして献金を捧げた。主イエスキリストの父なる神様、主の御名を賛美いたします。今日もこうして
御堂に集いあなたの御言葉を頂戴することができまして心より感謝申し上げます。本日は真理はあなたを自由にするという題で木下牧師より尊い御言葉を頂戴しました。私たちは常にあなたの御言葉を受け入れあなたと共に歩むことができますようにどうぞ。様々な誘惑やサタンの働きに打ち勝ち、あなたの愛の交わりの中で行こうことができますように、どうぞあなたを知らない多くの方々が、キリストの愛に触れ、あなたの真理の引き明かしを頂戴することができますように。暑い日が続いておりますけれども、どうぞ体調を崩しておられる兄弟姉妹の上に、神様の癒しの御手がありますようにお願いします。今ここに捧げましたものはわずかなものでありますけれども、教会の御用のためにお持ちください。聖霊の交わりの中であなたと共に世々に生き、支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによってお祈りいたします。アーメン。ではお立ちいただける方はお立ちいただきまして聖霊父御子御霊のお歌いし祝祷します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。どうぞお座りください。では、以上をもちまして本日の礼拝を終了いたします。どうもありがとうございました。